このような真鍮のマレットをこういう真鍮の棒から削り出したいと思います。まあこういうのはハンマーですね。まあそれに対してこういうタイプのものはまあ英語ではマレットと呼ばれてますけども、これを真鍮の棒から削り出していきます。真鍮の棒をですね旋盤に取り付けました。それでまあ、これをちょ少し形を作るわけですけども、ここへ木の柄をつけます。そのためにここに鉄棒を入れてその木の柄を取り付けるという形にしたいと思います。そこで鉄の棒というのは10ミリの、ボルトを入れようかと思いまして、今10ミリのボルトが入るように下穴を開けます。これでまあ十分な草になりましたので、ここからボルトが入るようにタップを切っていきます。これはM10 のタップです。これから、まあ、主軸はロックしてありまして、これで真鍮にネジを切っていきます。まあ、垂直に穴開くようにこう芯押し台で押しておりますけども、もう垂直に入りましたので芯押し台はもういらないので、この状態で回していきます。まあこれで注意するのは折ってしまわないことですね。あまり強い力を加えすぎると折れてしまう時がありますね。折れてしまうとその取り外すのが大変なになりますので、柄の長さはこれぐらいにしますんで、この辺でこのボルトはカットします。変な形の木の枝ですけど、これをまあ丸くしていって、これを柄として使います。だいぶ丸くなってきました。まあ、これは続けて丸くしていきます。これで粗挽きが終わりましたので、さっきの真鍮の真鍮のこのボルトのですね、入る穴を開けるためにはチャックで掴む必要があります。これはまあ今ビトインセンターで両側からこう押して支えてますけども、チャックで掴むために掴み代を作ります。
はい、これでいいでしょう。チャックでつかみ直して、あのこれから穴を開けていきます。穴が開きましたので、この面を平らにしていきます。この面平らになりましたので、これで絵は完成です。これをさっきの真鍮 の, あのヘッドの方へ取り付けて、その状態で引いていきます。一応このように取り付けることができるかどうか確認しました。隙間もなくて、一応これでいけそうですので、これでチャックを付け替えて引いていきます。今こんな状態になってますね。エポキシ接着剤を入れて今ね、ボルトをねじ込んでます。これで接着剤が少し固まるまで少し待ちます。5分接着剤です。5分間の硬化時間ですので、5分ぐらい待ちます。先にこの真鍮の頭をどこにするか決めます。まあ目分量ですけども、この辺にします。狭いとこはこういう幅の狭いツールレストが便利ですね。そばまで持って行って焼くことができます。頭の位置が決まりましたので、だいたいあとこの柄の方を引いていきます。で最後にこれ引き終わった後、ここを切り離します。それでは引いていきます。この真鍮の部分を少しこういうふうにカーブをつけます。真鍮のヘッドの部分はまあこんな感じで、形ができましたので、柄の方をこれから引いていきます。
ょっとアクセントを入れるのでワイヤーバーナーで焼いてみます。これからサンドペーパーをかけていきます。ペーパーのが大体かけ終わりましたので、先にここの柄の方を切り離して仕上げてしまいます。お尻を切り離しました。真鍮のヘッドの方もサンドペーパーをかけたんですが、ちょっと磨いてみます。こういう、ポリッシュの、綺麗になりましたね。ちょっと木の方が汚れてしまいましたので、ちょっとサンドペーパーをかけます。これで最後にこれを切り離します。最後ちょっとノコギリで切ってます。はい、切り離れました。こんな感じですね。この部分はディスクサンダーで仕上げたいと思います。サンドペーパーをかけましたらこんなに面はきれいになりました。マホーニーのくるみオイルを塗りましたけど、塗るとかなりツヤが出て綺麗になりました。これで真鍮ヘッドのマレットの、製作は終わりです。最後までご覧になっていただきありがとうございました。